こんにちは。毎年10月の終わりに Adobe Max というイベントが行われます。まあ、これまではね、リアルタイムでアメリカですかで行われていたんですけれど、まあ、新型コロナウイルス感染症の影響で、まあ、去年からオンラインで行われています。Adobe 製品に関する新機能の紹介とか新商品の紹介とか、Adobe 製品と、まあ、パソコンとかインターネットに関するお話などがあって、僕らね、Adobe 製品初心者の人間でも参加できて勉強できるので非常に面白いんですけれど、今回もね、すでに Adobe Max 2021、申し込みをしました。その際にね、抽選で T シャツが当たるということがあったんでね、早速応募したらなんと見事当選しました。はい、ハローありがとう。はい、ということで今回はね、そのね、で T シャツの、当選したやつをね、ちょっと手続きを、取ってみたいと思います。はい、こちら当選メールですけれど、一部、モザイクで隠しております。で、この付近を、クリックすると、このような Get Your Adobe Max Swag というページに切り替わります。ここに Enter Your Code があるんで、コードを入力してみたいと思います。はい、コードを入力して Submit クリックします。はい、そうしますとこういった Adobe Max Sweep Takes Swag Choose Your Design と、なんとシャツのデザインをここで選ぶことができるって、なんかすげー、でもかっこいいデザインだ。いやー、これどのデザインでしょうか。あ、 FAQ もありますね。どれがいい？なんかかっこいい、これいいな。デザインバイ、カルバニ リンドセイという方の作ったやつ。あ、これもいいな。面白い。ちょっとこれもかっこいい。躍動感が溢れていて、なんか選びにくいな、難しいな。上もいいな。これかっこいいな。ここに Adobe Max の Max って書いてるんですよね。Max Max ね。ここも、Max でしょう。Max って書いてますよね。これにしようかな。これクリックするとどうなるのかな。これ、ここでサイズとか選べるんですね。あー、なるほどなるほど。はい、面白いな。サイズ、私はねこれアメリカンサイズだと思うんで XL でいいのかな。はい、あー、かっこいいな。はい、でこれでコンティニューに行けばいいの。あ、はい、ここで、いろんな、手続きを行うんですね。はい、ちょっと、手続きを行ってみたいと思います。はい、すべて入力しました。 Continue to Shipping クリック。はい、これで OK ですね。はい、これで問題ないと思います。で、これで、Continue to Payment クリック。はい、これで、問題ないですね。はい、はい。で、これで、コンプリートオーダークリック。はい、サンキューのりふみって書いてます。これで、OK でございます。はい、ということで Adobe Max の T シャツ、申し込み、完了でございます。2週間から3週間後にやってくるということなんで、9月、まあ、10月の26から28までが Adobe Max なんですけれど、それまでには、なんとかね、到着すると思いますんでね、届いたらまた、かっこいいね T シャツご紹介したいと思います。はい、ということで今回この件で失礼します。